では合唱あるいは黙祷をお願いいたします。先月12日、敦賀市内に初めてサイレンが鳴り響きました。76年前のこの日は敦賀空襲があり、市民100人余りが犠牲になりました。児童からお年寄りまでが世代を超えて犠牲者に黙祷を捧げました。ただ子どもたちにとって先の大戦は教科書で習う出来事の一つでしかありません。敦賀空襲っていうのはあったことって知ってました？知りませんでした。聞いたことはあるけど、こんなひどいことなんては思っていませんでした。サイレンを鳴らすために尽力したのは敦賀市遺族次世代の会です。戦争犠牲者の孫やひ孫らで作り、年齢は50歳ほど。4年前に立ち上がりました。空襲の日にサイレンを鳴らしてほしい。それで5分でいいからこのサイレンの意味を伝えてほしいと、次の世代へバトンタッチする準備もしていかないといけないなというふうに思っております。こっちどうぞみたいな感じで。すみません、どうぞ。はい。次世代の会は戦争の実態を知るため、体験者から直接話を聞く取り組みも始めています。向こうの方から戦闘圏でこっちやってくる、何秒かの違いで私助かった。もし何秒か遅れとったら私完全にもこの前70年も殺されてる。5回の空襲を生き延びたのは島根県出身で戦後敦賀に移り住んだ川村善之助さん、92歳です。戦争末期の1944年11月、島根県出雲市にある神主養成学校の生徒でしたが、突如広島県の軍事工場に動員されます。当時15歳でした。明日から汽車通でプレイ中軍の基地行くからってみんなびっくりしたよ。わしら兵隊やないぞ、学校の生徒やったらどうの。動員されたのは東洋一とも呼ばれた広島県の呉海軍工廠でした。戦艦や航空母艦の多くはここで建造され、2万人が仕事に従事。川村さんはクレーンを使って船に爆弾や魚雷などを積み込む作業に動員されました。多くの戦艦が停泊していましたが、川村さんはある日想像を絶する巨大な戦艦を目にします。おお、たらタラップ見たら山とものすごい海や、おじけついた。川村さんが見たのは当時世界最大と言われた戦艦ヤマトでした。修理のため呉に停泊中で、乗組員の一人が知り合いだったことから特別にヤマトへの乗船が許可されました。2メーターか3メーターある、おおらひどい。兵隊さんが横に並んで3人ぐらい楽に登るように、どれだけ暑いか叩いてやると、パッパッと弾けて開いたった。どのぐらいありますって聞いた。だいたい30センチあるから、魚形水雷が3発と同じところを命中せんと貫通せん。川村さんが乗船した4ヶ月後、ヤマトは鹿児島沖で撃沈され、乗組員の9割3000人余りが作戦通り名誉の戦死を遂げます。3000人の中に長男が、ヤマトには長男が300名ぐらい乗っとった。長男の者はみんなヤマトから退官せい言うたら、今さら私ら長男やって跡取り言うたってそんなことできん言うて、みんな拒否した。板島の兵学校を出た
3月に卒業した海軍士官、海軍将尉、それも日本は負けることを分かっとったから、戦後の復興にお前らやれ言った、それも全部排除、そういうのを私は皆聞いた。また8月6日には一生忘れることができない光景を目にします。50キロ離れた広島市に原子爆弾が投下され、偶然炸裂した瞬間を目撃したのです。港のところ見てた、フェード見たらみんな晴れて、一角だけが真っ暗、見ただけこのようなもんや、真っ暗の中ピカーって光る、そうすると青白い光線が真横ビューッと波打ちながら、どのくらいの距離か私分からん、何キロも走って、しまいにはゴロゴロっと震えてパッと消える。それで3回見た、50キロ離れてザーンドンっていう音がかすかに聞こえた。記憶を語り継ごうとする次世代の会に河村さんは最後このような言葉を託しました。それから家族、国が破壊される、国が破壊されるということは生活が成り立たん、戦争、戦意、それだけ、もう理屈はないんやわ、お元気でございます。記録には残らない貴重な証言の数々、託された世代は次の世代へと記憶をつないでいきます。細かい数までしっかり覚えてらっしゃるっていうのがやっぱり相当こう印象に強く残ってるんじゃないかなと。とにかく戦争という史実を風化させない、これがまず第一の我々の活動目的になると思います。